皆さんこんにちは、天然 GG チャンネルです。本日は JR 高松町駅からお送りいたします。見る限り野原、原っぱ、いろいろな植物が見えます。駅に近づきます。駐輪場はないようです。自転車が右側に整然とではありませんが置かれております。ここに放置して盗まれないか心配であります。目の前には車は通れそうもない狭い踏切があります。踏切の向こうには神社があるようです。こちらは米子駅の方を見ております。まっすぐな線路、こちらは境港方面を見ております。駅舎はありません。ただ階段の入り口には使用済みの切符を入れる投函の箱があります。階段を上ってみましょう。プラットホームに上れました。右を見ます。運賃表です。下市770円、米子240円。プラットホームを進んでいきましょう。この黄色い線の後ろに立てるほど私は痩せてはおりません。これは時刻表のようです。1時間に1本ないし2本、そしてゼロの時間帯もあるようです。境線、さらに境港方面まで進んでいきたいと思います。見渡す限り周りは植物が生い茂っております。植物に詳しくはございませんが、自然あふれる神戸電鉄沿線のような風景が周りを取り囲んでおります。懐かしい気分すらいたします。立派な駅名板があります。高松町、名前だけを見れば四国に来たような印象があります。こちらは歴史を感じる神社が見えます。米子方面を望んでおります。スネーコスリ駅が副駅名であります。境港は本当に水木しげるさんにあやかって町おこしをしようと本気であることを伺えます。さらにプラットホームの先まで歩いていきたいと思います。高松町駅は鳥取県境港市高松町にあります。 JR 西日本境線の駅であります。その歴史は1987年11月1日開業いたしました。2019年3月16日車載型 IC 改札機により IC カードイコカが利用可能となりました。駅構造は境港方面に向かって右側に単式ホーム一面一線を有する地上駅であります。一日の乗降人員は90人であります。踏切を渡り神社内から列車を撮影しております。先頭は北郎列車のようです。2両目は判別できませんでした。神社の中から JR 境線境港行きの列車をお送りしたいと思います。心の中で皆さんお手をお振りください。ありがとうございます。ありがとうございます。旅のご無事をお祈り申し上げます。いってらっしゃいませ。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。